どうだい？やケビンを退場させたよ。彼の力が君の一部に。これが人間のたどり。何せ。さて、本題に入る。ライデン・メイ。彼女はとにかく、なぜこの時点。理由は単純だ。今になっても私の意図を知らないかのように振る舞っている。おや、確か律者に侵食されない性質。それに加え、思考分割の能力。そうは言ってないよ。私はあくまで手助けしたいた。いや、君の考えは正しいよ。でも、やっぱり彼女は律者だから、その思考を分割するには、相応の許可がないといけない。それに、仮にできたとしても、雷の律者は記憶体のような存在になってしまう。本気でそんな提案を受け入れ、説得するって、あなたにとって本当に難しいことだったりするの？つまり、生死を握っているにもかかわらず。だって。どうやら。え？脅威を感じて、たまたまエリシ、ロジック的には今はますます、本当に、たまたまなのかな？はぁ。どんなに人の感情を取り込んでも、戦後。なのに、私が探れるのは、記憶のみ。彼女の意識に接続することは、できないようだ。意識に介入できれば、しかし。ここまで。